2021年7月25日は、日本の声楽家、音楽教育者。国立音楽大学名誉教授、静岡文化芸術大学客員教授、静岡県掛川市出身。1947年東京音楽学校卒、研究科を修了。北又米、衛、井博士、浅野千鶴子、田中信枝、フェルディナント・グロスマン、マルガレーテ・ネトケレーベ。 原信子等に支持1949年第18回日本音楽コンクールで第1位を獲得後、1950年東方公共、楽団ベートーベン、フィデリオでオペラデビュー。以後、東京芸術大学、藤原歌劇団、長戸美穂歌劇団、日記会、日清劇場、東京オペラ協会、関西オペラグループ等の主催により、 K84 本に登るオペラに出演し、実力と人気を兼ね備えた戦後の日本を代表するプリマドンナとして一世を風靡した。モーツァルトの初役や日本の創作オペラで卓越した歌唱を聞かせたが、特に重要な持ち役としては、ダン・イクマ、ユーズル2とジェイ・シュトラウス2世、コウモリ・ロザリンデがあり、中でもユーズルの2は当たり役で、1954年の 北京公演で絶賛されたほか、数多く演じている。また、NHK 交響楽団、日本フィルハーモニー交響楽団、東京フィルハーモニー交響楽団をはじめ、多くのオーケストラと共演を行っている。歌曲についても造形が深く、とりわけ、日本歌曲のコンサートレコーディングでは、目覚ましい活躍をしている。後進の育成にも力を注ぎ、国立音楽大学教授、 名古屋音楽大学教授、沖縄県立芸術大学教授を務め、増田泉、永長井和子、佐藤ひさら、元島麻子等の優秀な文下生を数多く育てた。2021年7月25日、老衰のために死去、94歳没。2001年12月19日、ビクターより本人選曲で初のベストアルバム、マイフェーバリット・ソングスがリリースされた。 その他にも、オペラ、ユーズルをはじめとして、オムニバス版を含め、過去の録音が大量に存在する。ありがとうございます。